あなたは的当てゲームをしたことがありますか？数字が書いてあるボードにボールを当てるストラックアウトや、丸い的に矢を当てるダーツ、小さなおもちゃなどに球を当てる射的などです。的に輪を投げて入れる輪投げも的当てゲームの仲間ですね。的当てゲームはドキドキして楽しいゲームですが、遠くの小さな的にボールや矢を当てるのは簡単ではありません。投げる向きや強さが少し変わるだけでボールや矢が届く場所が変わってしまいます。どうやったらうまく的に当てることができるのか、今回はロボットでゴム鉄砲を作ってやってみましょう。ゴム鉄砲は割り箸と輪ゴムなどで簡単に作れる輪ゴムを飛ばす鉄砲のおもちゃです。今回はゴム鉄砲をスパイクプライムと輪ゴムで作ります。うまく的に当てるコツを見つけてゲームをクリアしましょう。